さて、今回から新たにダヴィンチチュートリアルをちょっとね始めたいなと思うんですけど、2020年に超ビギナー向けのシリーズをね一度作ったんですが、まあもうそれから3年も経って僕のねこうダヴィンチのワークフローもまあかなり変わってより洗練されてきたかなと思うので、今回は僕のプロジェクトの、まあ、始めから終わりまでステップバイステップで、細かい Tips やねカラーグレーディングのチュートリアルなんかも含めて何回かの動画に分けてお伝えしていければなというふうに思います。全何回になるかはちょっと決まってないんですけど、まあ今回の第1回目が好評でね再生回数がこう伸びれば続けていきたいなと思うので、チャンネル登録をして、ベルマークをオンにして、でコメントとシェアでねこのチャンネルをサポートしてもらえればなというふうに思います。早速ですが、今回ダヴィンチチュートリアル記念すべき第1回目はプロジェクトテンプレートの作成方法と、今後のねチュートリアルシリーズのまあ土台となる僕がいろいろなこう素材を管理するメディアプールの中身を紹介していきたいなと思います。1本の動画を制作するには、まあ、撮影した動画だけじゃなくて、まあ、写真とか画像とかあとは音楽、サウンドエフェクト、タイトルといったまあ様々な素材を必要とすると思うんですけど、これが整理されてないと非常に作業効率が落ちて、で動画編集のテンポが悪くなりますし、かといって毎回毎回同じことを繰り返すのも、まあ、非常にこう非効率だと思うんですよ。ただ残念ながらダヴィンチにはこのプロジェクトテンプレートっていう機能がないんですよ。いくつか、まあ、それっぽい方法はあって、で一番簡単な方法でいくと、あのテンプレート用のプロジェクトを作成しておいて、で毎回それをコピーするっていう方法はあると思うんですよ。で僕がやってるのは BIM を使った方法で、メディアプール内の BIM だけをテンプレートとして書き出しておいて、で新しくプロジェクトを始める際にその BIM を新規プロジェクトに読み込んで使うっていう方法があるんですよ。でこの BIM をエクスポートするっていうのはもうめちゃくちゃ簡単で、単純にこう BIM を右クリックして、でエクスポート BIM をクリックして保存するだけです。ただし一番上の階層にあるマスターを書き出すんじゃなくて、その1階層下にプロジェクト BIM を作っておいて、でそれを書き出すようにしてください。そうじゃないと、あの新規プロジェクトを作成した時に、あのデフォルトで存在するこのマスターっていう BIM はこれね置き換えることができないので、あの BIM を読み込んだ時に無駄にね階層が一つ深くなっちゃいます。でこの書き出した BIM はまあファイルとして扱えるので、例えばドロップボックスに保存しておいて、まあいろんなパソコンで共有するのでもいいですし、僕は以前ね動画でも紹介したんですけど、あの Mac のフォルダ構造をテンプレート化して書き出せるあのポストヘイストっていうアプリがあって、このねポストヘイストのテンプレートにこの BIM テンプレートを登録しておいて、あのプロジェクトが始めるたびに、クライアント名とかプロジェクト名とか、まあ、そういったものを入力して、で、Mac のフォルダ構造をバンって書き出すと、その中にこの、BIM テンプレートがあるので、それをダブルクリックして立ち上げるだけで、そのマシンでダヴィンチの新規プロジェクトが作成されて、なおかつその BIM テンプレートが読み込まれた状態で、プロジェクトを開始することができます。でさらにこのねダヴィンチの BIM テンプレートは何も BIM の構造だけじゃなくて、その中に格納されている素材も当然コピーされます。ただし1点注意しなきゃいけないのが、このね BIM のエクスポートをするときに、その BIM が空だった場合、それはエクスポートの対象にならないんですよ。それだと困るので、僕はあのカラーバーを格納してます。あのエフェクトウィンドウからは直接入れられないので、一度タイムラインに放り込んでからこれを BIM にドラッグすることで格納できます。でもしねあのプロジェクトで毎回使う決まった素材、例えば BGM とか映像素材がある場合は、まあ、それをね格納しておけば、まあ、問題はないです。で僕がその音楽や映像素材これらをどこで手に入れるかというと、ここで、今日の動画のスポンサーであるアートリストの紹介です。でアートリストはあのプロジェクトのテンプレートに登録しておくべき様々なロイヤリティフリーの素材を無制限にダウンロードすることができるサービスとなってます。ダウンロードできる素材は、まあ、サブスクリプションプランごとに違って、例えば自分の SNS で使用する、まあ、音楽やサウンドエフェクトだけ必要という場合は年払いで月額換算約$10、フリーランスの方でクライアントワークでも使いたいという場合は月額約$16、ストックフッテージとかモーショングラフィック、まあそういったものが欲しいよっていう方は月額約$30で、最もお得なのが、まあ、個人商用問わず、まあ、全ての素材をダウンロードし放題となっているプランが月額約$40から、使用することができます。でもちろんねダウンロードできる音楽やサウンドエフェクトのクオリティは非常に高くて、だいたい僕
僕がソニーさんとのタイアップで作ってる、まあ、作品なんかは、まあ、ほとんどがねアートリストの楽曲とか、まあ、サウンドエフェクトを使用してます。で、あの下の概要欄にあるリンクから年間プランに登録すると2ヶ月間無料、まあ、最大なんで14ヶ月使えるようになるので、もしね興味があるという方はぜひそちらから契約してもらって、でプロジェクトを効率よく、まあ、編集できる自分だけのテンプレートをねぜひ仕上げてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ次にね僕の瓶の構造を、まあ、大まかに解説したいなと思うんですけど、大きく分けるとタイムライン、フッテージ、サウンド、スチル、モーショングラフィックと、それぞれの、まあ、名前の先頭に数字を割り振って、でこの、瓶の、並び順を、まあ、名前順にして管理してます。タイムラインには、まあ、僕が YouTube でデフォルトとしている、まあ、2対1の比率のタイムラインが、まあ、あったり、編集前の、まあ、撮影素材を全て放り込んで、でカラーグレーディングの作業を行うフッテージっていうタイムラインがあったり、あとは、縦用動画のね、まあ、専用のタイムラインなんかもあったりします。でそれぞれのタイムラインには、まあ、とりあえず空の適当なトラックに、まあ、名前を付けて配置してるんですけど、もし毎回先頭に決まったね、例えばオープニングだったり、あとは同じ BGM を、まあ、ずっと使い回してるっていう人であれば、あらかじめねそれらを、まあ、配置しておくと便利かなと思います。で僕は何かあらかじめ素材を配置してるっていうことはまあやってないんですけど、ただあのペアライトのリミッターだけは、まあ、毎回こう設定するのがめんどくさいので、あらかじめ登録してます。でその他は映像素材を格納するフッテージを、A ロール、B ロール、C ロールで、さらにスクリーンレコードっていうサブフォルダーを作って管理してます。この ABC ロールに何が入るかは、まあ本当それはねプロジェクト次第ですね。でサウンド瓶にはミュージックとサウンドエフェクトが、まあ、サブ瓶として登録してあるんですけど、ミュージックの方には、まあ、ジャンルごとに、まあ、音楽を格納しておいて、サウンドエフェクトは、まあ、用途別にあの使うものを登録してます。音楽とサウンドエフェクトはもうあの全部登録しておくんじゃなくて、まあ、よく使うやつだけをあらかじめこう厳選して登録しておいてます。あまりにもこれ数が膨大になっちゃうと今度はねあの探すのが大変になっちゃうので、まあここにあるもの以外は全て僕はドロップボックスの方に入れて管理してます。ちなみにこういった素材は iCloud とかドロップボックスといったあのクラウドサービスで複数台のマシンで同じパス構造を保ったまま同期できるサービスを使用して格納するようにすれば、複数台のマシンでこのテンプレートが使い回せるので、そうした方がねいいんじゃないかなと思います。で次このスチルっていう瓶には、まあ、画像とか写真とか、まあ、その他スクリーンショットなんかを、まあ、格納するサブ瓶があって、でモーショングラフィックには、まあ、背景素材とか、まあ、オープニングの素材とかオーバーレイやあとテキストなどをね分けて保存してます。でちなみにこの瓶に登録できるのは何も外部ファイルだけじゃなくて、あのダビンチ内で作ったタイトルとかフュージョンも素材として登録しておくことができます。僕はあの最近ねフュージョンはマクロ化してしまうので、まあ、こっちではなくてエフェクトウィンドウの方に、まあ、格納してるんですけれども、例えば単純な背景付きの、まあ、テキストや、まあ、ドロップシャドウ付きのテキストであれば、こうテキストプラスでね好みのフォントとかあと色を選んでおいて、でそれらを登録しておけば毎回シェーディングを細かく調整して、でこう一つずつねその都度あの調整する必要がないので、まあ、地味なんですけどかなりね作業効率が上がると思います。はい、というわけで、まあ、こんな感じで整理整頓しておけば撮影直後にねもう本当すぐ編集を開始できるし、あの素材どこに行ったとねこうメディアプールを探し回る必要もないですし、もう本当ね同じことを何度も繰り返してあの時間を浪費せずに、その分を、まあ、クオリティアップのディテールをこう追い込むことに使えるので、絶対にねこれはもしやってないという方はやった方がいいと思います。で今回は、まあ、2023年度版のダビンチチュートリアル、まあ、第1回目ということで、まあ、今後僕のワークフローを、皆さんにね、まあ、こう共有していく中でこのプロジェクトの構造が、まあ、ベースとなっているので、まあ、最初にお伝えしたかったんですが、まあ、多分もう知ってるよっていう方もいればもっといい方法がもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、僕はあのすみません、ダビンチの認定トレーナーでもなければ何かこう資格を持ってるっていうわけでもないので、まあ、もしねもっといい方法をご存知という方がいれば、あのコメント欄で教えていただけると嬉しいかなと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。この次第2回目からは、まあ、今日の続きで、まあ、早速ね、まあ、多分動画編集周りの話に入っていくと思うので、
ぜひそちらの方も、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。はい、というわけで皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。ピース。